ただいまより第89回全日本フィギュアスケート選手権大会開会式を開始いたします。今大会を通じ、今大変感染症の見えない感染症と戦っている元気と勇気と感動を与えられるような演技をぜひこの全日本で皆さんに披露していただきたいと思っています。ありがとうございました。それでは優勝カップの返還をお願いします。昨年度男子優勝宇野昌磨、ここで本大会の審判団をご紹介いたします。男子レフェリー吉岡さん、テクニカルコントローラー前田さん、女子レフェリー山本さんが、皆さん気をつけてしっかり練習してきたと思います。ですのでここでちょっとしたところでマイナスにならないようにしっかり気をつけてください。今から注意点申し上げますが、まずドローして、過ぎてしまいますとマイナスになりますので気をつけてください。2点目、髪飾り、コスチューム、靴ひもです。音楽は止めませんのでやってください。で、40秒以内にもし修復できないということであれば直ちにレフリーのところへ来て、3分間の猶予をもらっていただきます。その場合はマイナス5点の減点になりますけれども、先生のところへ飛んで行ったりとかではなくて、何かあればレフリーのところへ必ず来てください。もうちょっとした大会期間中の注意事項をお知らせいたします。会場時間についてです。朝の会場は公式練習開始1時間前となります。選手関係者受付にて毎日必ず検温しチェックシールを貼ってから会場入りしてください。27日表彰式終了後、派遣選手の発表をいたします。以下の選手はウォームアップエリアにお集まりください。新グループをお願いします。またこまめな手指消毒、マスクの着用など基本的な感染防止対策を今一度各自が徹底してください。ではただいまより滑走順の抽選を行います。まず男子の抽選から行いますので、テクニカルコントローラー前田さんお願いいたします。それでは皆様お待たせしまして、ただいまから男子のショートプログラムの滑走順を抽選します。最初に19番滑走から30番滑走までのグループの抽選を行います。皆様お手元にこの抽選用のリストがあると思いますが、この順番で19番から30番滑走までは抽選をしていきます。お名前を呼ばれましたら壇上にお上がりいただきまして、チップが机の上に並んでいますので一つ指差しをしてください。指さされたチップをひっくり返しまして、それが皆さんの放送だと思います。はい、それでは参ります。1番宇野昌磨さん、
さん。第3グループの後に制御が入ります。ロッキーの選手はご退場いただいてもどうぞよろしくお願いいたします。